ナスチャンネル3体。はい、どうもー。さあ、なんとですね、今回も呪術廻戦の話をしていきたいと思いますが、6月4日になんと呪術廻戦の最新巻11巻が発売でーす。うわー、11巻ね、ナナミンがね、表紙っていうところまではね、情報が載ってたんで、皆さん知ってますよね。かっこいい、ナナミン。かっこいい、七三のナナミンですよ。もう切れてる。ナナミンがね、表紙なんで、絶対買いましょうねっていうことで、今回はね、単行本にまつわる、誰もまだ気づいていない考察を僕がしていきたいと思ってます。お、すごい。これね、多分、僕結構、呪術の考察とか読むの大好きなんですけど、まだね、誰も気づいてないと思います。お、その前に俺もうね、聞いてくださいよ。何？ハマったんですよ。前回ので。前回のあれを受けて、はいはいはい。前巻買いで、ジャンプもあらゆる限りで読み。おお。あれじゃあもう最新まで行ってます？もう最新までほぼほぼ情報は。あ、素晴らしい。手に入ってますよ。いいです。めちゃめちゃね、めちゃめちゃ面白かった。でしょ？めちゃくちゃ面白いでしょ。伏線がやばいじゃないですか。そう、伏線がやばい。そう、でしかも計算され尽くしてるじゃないですか。そう、これおなすが今日言うって言ってたやつ、あながちと思ってるんですよ。でしょ、あるあるっつって、あると思ったでしょ。あると思った。これね、絶対ありますよ。じゃあ俺発表しますよ。ちゃんとお願いします。皆さんね、これ表紙ここ、ここ何て言うんですかね、扉、扉絵なんですかね。うん、これこの何の気なしに飛ばしてたこのページなんですけど、これ絶対なんかあるんですよ。これマンション、これマンション、マンションの一室、板取くんの家かどうかもわかんないんですけど、マンションの一室のところに血ですよね。意味深ですよね。意味深。これ2巻どうなると思います？ほら、病院っぽいとこの待合室なんですよ。ほら、ここになんかの影、これね、わかります？これ僕も見て、うん、なんかこうよーく見ると、人っぽいんじゃないですよ、ね、人なんですよ、これ絶対人が座ってんすよ。人がうなだれて座ってて、そう、なんかちょっと銃っぽいもの持ってんのかなって僕は思った、うん、確かになんか持ってんすよね。でかつ時間が4時半、4時35分から5時35分なんですよ。うおー。で、板取くんって一巻でも言ってましたけど、5時までには帰りたいみたいな、うん、そこがなんか現れてんじゃねえかなっていうね、考察をしてるんですよ。だからあれでしょ、そのおじいちゃんをお見舞いに行くから早く帰らなきゃいけないっていう、そう、風に思わせといて、うん、実はそうじゃないんじゃないかっていう。はあ、よくわかってるじゃないですか。読んでますね、チンさん。これ読んでる、読んでる。で、これ2巻で、これ3巻。これはどっかの地下室に続く道。地下室なのかな、まあなんかそれかアパートの1階とかの、か病院、まあ病院じゃないでしょうね、ここにこういうドアと、ね、ブレーカーがあるんで、うん、でポイントはもうこれ黒なんですよ、周りが、うん、で漫画の技法としてはこれ周り黒だったら過去の階層じゃないですか、うん、俺これなんかの過去だと思ってるんですよ、ずっと。でこの奥にもうちょっと呪霊っぽい手が見える。手がね、そう、1、2巻なかったっぽいのに3巻からありますからね。そう、3巻から。でも1巻は血で2巻は人影なんですよ。そうね、3巻から手、うん、で4巻、もうあれですよ、何かしらかのこれ天使みたいな、なんかわかります、羽付きのなんかが、そう、首吊ってんのか、それとも何なのか。そう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 、これも分かんないんですけど、どっかのワンシーンですよね、うん、これしかもなんかこうちょっといい家なのかな、門なのかな。そう、なんか呪術高専の裏門とかなのかもしれないし、あー、ちょっとね分かんないんですけど、これ考察という名の気づいて、あと考察はよくできてないっていう状態なんですけど、いや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 、何かしらかがあるんですよ、うん、これがこうだっていうね、明確なのはないですけどね、何かがこれを、僕がこれをみんなに言うことで誰かがひらめくかもしれない。次5巻いきますよ。5巻いきましょう。ほら、公園、
公園の上？こ上ここここ。なんかいますよね。怪獣みたいなのが見えてる。うん、まあだから樹齢ですよね。もうねこの辺になってくると確実に。この辺完全にね樹齢ですね。そう。なんかしらかの樹齢と公園、うん、ね。これベランダにもいるのかな。なんかそう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 、いや分かる分かる、ね、なんかいるっぽいんですよ。で六巻真人、真人ね、うん、今度はね下水道、下水道っぽいねの右側、ね、うん、 目とか口とかなのかな、これはこういうものがありますね。ちょっと落書きっぽいけどこれもきっとなんかちょっと樹齢っぽい、目もあってみたいな、うん、階段ね、七巻の階段の上に何かしらがいて、窓にもね、あ、なんかいそういそう、そう、なんかわかる、窓にね人影っぽいのがあるんですよ、ここあるあるある、うん、なんか見てますよねこっちね、うん、いや俺ねこれね、さっきね六巻と七巻の河原のなんて言ったらいいのかな、うんうん、ポツポツ、あの上の丸いコンクリートの丸の模様、はい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 、一緒じゃないですか、そう一緒だ、ここね、これと、うん、ここのね、上ね、そう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 、この陰を結んでる感じなんでしょうこれね、これってね、そう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 、確かに繋がってんなこれ。もしかしてその続きものなのか、それかその、うん、そっちのキャラクターにまつわる何かなのかみたいな、うんうん、どっち確かに真人は下水道で戦ってましたね、確かに。で、まあ、8巻ここからですよ、うん、これ急に今までと変わる、この辺なんですよね、8、9はね、うんうん、で、あの下等のこれね、俺ね遺影だと思ってるんですよ。なるほど、この黒枠で死んだ人のこれね、すごいです、この後すごいです、これ下等、うん、下等出てきました、ね、死んでるじゃないですか、うん、で、9巻過去編ね、うん、これあの天内さん、水晶体の生贄になっちゃった天内さん、はい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 、天内理子さん、これ遺影なんです、この子もね。で水晶体ね、あ水晶体か、水晶体じゃねえか、水晶体のね天内理子さん、これ8、9だけかと思ったんですよ俺、はい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 、すごいですよ。ゼロ巻出た、イカちゃんなんですよ、死んでる、そう確実にあれじゃないですか、遺影じゃん、8、9これ遺影でしょ、これ間違いないじゃないですか、うん、間違いない、じゃあ10どうなのって思うでしょ、うん、10はね戻るんですよ、うん、でもう影じゃなくなるんですよ、なんか物理的に何かなんか死んでるみたいな、これ 超的なものが、超なのかな、にしちゃでかいんですよね、かあの真人がグニーできるじゃないですか、あー押してる何かみたいな、人間じゃないなんかの蝶なのかな、なんかえ分かんないですよ、でかいっすもんね、でかい、うん、っていうね。じゃあ11巻が何なのかなんですよ、これね。だから人の遺影のパターンになるか、うん、このシリーズね、うん、ここがね分かんないですよ、これでも何をね表してるんですかね。でもとりあえず絶対この単行本、これね本誌にはなかったと思うんですよ、ジャンプの、うんうん、単行本だけに書いてると思うんですよこれ。そうですね、だから単行本の派の人だけが考察できる、単行本買ってる人が考察できるあのやつだと思うんですよこれ。虎杖君の親、うん、両親の話とか全然わかんない、一切出てないですよね。だからその辺の過去とか絡んでくるんじゃないかとか、うん、一つ言えることは間違いなくこの黒枠なんで全部過去なんですよ。過去っすね、過去の話なんですよ、なんか、うん、過去何か起こった、そう過去このマンションの一室で何かが起こってから全てが始まってるんですよ、うん、だから確かに虎杖君の過去は本当に全く誰も触れないじゃないですか、触れない、両親どうなってるとか、うん、だって急にあれですよ、仙台から何も言わずにパンってあの東京に行けちゃうんですから、まあ親父はじいちゃんしかいないし、うん、じいちゃんがねお父さんの話をしようかって言って、
いや、いいよっつってそのまま死にましたからね。そう、ほらこれね、こんなにバッサリですからね。うん、お前の両親のことだがいいよ、興味ねえからってバッサリなんですよ。うん、これはね絶対なんかありますよ。でほら見て、部活は5時前に終わんの。うん、だからやっぱあれ4時35分なんですよ、2巻の。そうそうそう、この病院のこれは、いや1巻のね、そのなんか、うん、すげえどうでもいいコマでいろ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 あって5時までには帰りたいんだよね。これね、いろいろあって5時までには帰りたい。うん、まあまあ普通に読むとじいちゃんの見舞いですよ。うん、でもなんかこう意味深な言い方してるじゃないですか。確かにね、まあ普通にね、うん、じいちゃんの見舞いでがあって5時までには帰りたいでもいいわけですからね。そう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 、何かあるんですよ。ほら見て、やっぱ4時半なんですよ。4時半、もう半過ぎてんじゃん。で5分で行くんですよ、うん、この病院に。だからこれがこのじいちゃんのこの最後のね、遺言が虎杖を縛る呪いになってるっていう説がありますからね、うん、それはありますね。そう、うん、お前大勢に囲まれて死ね、俺みたいになるなよっていうね、うん、マジで伏線隠すのうまいじゃないですかこの人。そう、多分バキバキに隠してるんですよ。だからもう1巻の1話の1コマ目に隠してる可能性すらありますから、ね、あるある。でもうこの扉絵なんてマジで何も考えずに書いてると思いづらいんですよ、ね、うん、そうそうそう、うん、何も考えずに書いてるにしては意味がわからなすぎるんですよ。そう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 、絶対なんかありますよこれだその何かがまだ明確にわからないという、全くわからない。そのつながりがありそうなのも、何もないわけがないという、つながりがありそうなのももうあれだった。そう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 、だからやっぱこれとかもね、絶対人を助けろとかもこれ呪いですもんね。呪いですよ、ね、ね、いやでそれさ、あれですよ、あの何巻だっけ、はい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 、これね、人を助けるね、人を助けろ、人を助けろってこう、これも完全呪いじゃないですか。呪いですね。うん。じいちゃんの呪いで何かの、 あの力が出てるのはね、これ間違いないですよ。うん。まあ、じいちゃんだけかっちゅう問題もありますけどね、うん、その親とか。いや、だってもうこれとかもしかしたら、これ伏黒ですけど、うん、もしかしたら虎杖のじいちゃん見とったの伏黒の可能性もありますからね、こういうシーンで。ああ。だってこれ何の、誰の何の話よ、ね、不平等なね、現実の。で、これお姉ちゃんは別に死んでないんですよ。うん、姉ちゃん死んでなかったよね。そう、呪われて動けなくなってるだけなんですよ。うん、隔離、どっかに隔離してとか言ってたもんね。そう、もう死んでる体じゃないですか。これは、死んでる。これは何のシーンだっていう話なんですよ。誰を見取ったんだ、これは。これ、見取りなのかな、わかんない。全てが怪しいんですよ。怪しい。これもね、これもね、このね、先生のね、コメントも怪しいんですよ。うん。黒い百合の花言葉呪いですって、なんつって書いてね、そのちょっと前で黒い百合出してきたりするんですよ。出してきてるね。もうだから分かんねえなと思って。読めば読むほど分かんなくなるんですよ。何が起きてんだ、これは、つって。本誌を賑わせた例の事件。あれね。うん。あれは本当にやばかったですね。うん、11巻でも出てこないですよ。もう最新3個前ぐらいのジャンプですもん、あれ。そっか。あれはちょっとね、衝撃が走りましたよ。これはマジで、だから、そうなってくると何を信じればいいのってなるもんね。そう。うん。何も信じれないです。両面宿儺の快活、1分間体を受け渡せも意味は分からないし。分からない。まだ1回も出てきてない。もう出てきてるのかもしれない。うん、出てきているかもしれない。勝手になんかしてるかもしれないし、伏黒に対する両面宿儺の謎の、そうなんだよ、なんだろう、あの信頼じゃないけど謎のこう認める感じ。そうそうそう、伏黒のことをね、うん、一番気にしてますからね、両面宿儺。そう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 。でもとにかく、うん、今回言いたいのはこの表紙の1枚目、うん、もう次の11巻が何が来るかですよ。これね、楽しみになりましたね。うん、うん、なんかそろそろ答え合わせみたいなのが来るんじゃねえかなってちょっと思っております。お、これほんと11巻のまず ここをね、みんな確認しましょう。はい、というわけで、単行本の扉絵など、
細部までね楽しめる要素が満載の呪術廻戦、本誌で読んで単行本で2回楽しめる、なんてお得な漫画なんだ。はい、ということで以上、遠藤なすチャンネルでした。はい、チャンネル登録高評価お願いします。バイバイ。